まあ言うか。大変突然な突然なことなんですけど、私ちょっとね、私ちょっとニコ動をやめようかなと完全に存在を消そうかなと、そう思っております。皆さんにはね、大変ね、突然なお知らせね、申し訳ないんですけど、30日をもちまして、すべて、すべての動画を削除し、ここも爆破しようと思います。すまん。おぉ、マジだ。すまんとしか言えん。以上、30日に動画全部削除して、アカウントもすべて消して、ちょっと、6ポケもちょっとすいません、完結できません。申し訳ないとしか言いようがねえ。申し訳ない。すまん、ここもダメだ。ここもちょっと爆破します。すまん俺も楽しかったんだけどな、めちゃくちゃ。楽しすぎたな。すまん、6ポケもちょっと。おぉ、やめれるかどうかわかんねえから。爆破します。もう完全に。ちょっと俺の2世が来るまで18年くらい待ってくんねえか、じゃあ。18年覚えててくれ。俺の2世が必ずやこれに戻ってくるから。おぉ。2世に期待してくれ。18年後に会いましょう。わしの細胞と。ちょっとマジでもう、やめます。やめますってか、爆破します。まあ、後悔するだろうな。絶対やりたくなるけど、まあ、しょうがねえよな。カニ言おうと思ったんだけどさ。ちょっとすまん。俺も楽しかったんだけどな、めちゃくちゃ。うんこかけやるぞ。うんこかけという名の、すまん配信するわ。30分。すまん。本当にすまん。いやーでも楽しかったな。9ヶ月か。短かったな、意外に。もっと俺はハマれると思ったんだけどな。めちゃくちゃ。まあでもいいやめ時なんじゃねえかな。この辺で。パート48で。もうあとちょっとだったのにな、畜生。すまん。まず、じゃあ昇進、まあね、ぶっちゃけそう、彼女ともなんかさ、よりを戻せそうなんだよな。なんかでももうだから、ちょっとやめようかなと。ニコニコは。うん。すまん。飯まずですまん。いやーでも配信最初から聞いてくれた人本当にすまん。まさかこんな形でね。ちょっと今日中にもしかしたら動画が一つずつなんか当たり障りのないところから徐々に消えていくかもしんねえけど。許せ。そうだな、ちょっと私生活もさ、そう、30日言おうと思ってたんで、4月、なんかもう休止のお知らせっていうのはさ、ほんとにさ、昇給が決まりましてね、私生活も忙しくなるしさ、もうちょっと彼女も、なんかもうね、顧みなさすぎたな、ちょっと情けないな、ちょっとな。ちょっとリア充します。ごめんなさい!30日会いましょう、さよなら